ウライアン・ショーは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。北米男子、プロバスケットボール・ンバグリーグ・ノンバグリーグ・イグナイトのヘッドコーチを務めている。カリフォルニア州オークランド出身。身長198センチメートル、体重86キログラム。セイントメリー大学とカリフォルニア大学サンタバーバラ校でプレーした後、1985年1巡目24位で、 ボストンセルティックスより指名を受け NBA プレイヤーとなった。1シーズンをセルティックスで過ごした後、翌年1年間はイタリアのプロリーグでプレーし、1990年、再びセルティックスでプレーした。その後6チームを渡り歩いたが1999年にシーズンにフィル・ジャクソン率いるロサンゼルス・レイカーズに入団すると落ち着き。 レイカーズ黄金期の選手として3度の優勝を3連覇で果たした後、2003年に4連覇をサイアントニオスパーズに阻まれたシーズンを最後に引退した。さらにレイカーズでアシスタントコーチとして2度の優勝を連覇で果たした。NBA 通算成績は943試合に出場し、6547得点、3183リバウンド。 3,918アシストを記録している。1986年のフィバ世界選手権、スペイン大会にナショナルチームの一員として参加資金メダルを獲得している。2005年からロサンゼルスレイカーズのフィル・ジャクソンの下で2011年までアシスタントコーチを務め、2度の優勝を連覇で果たした。2011から2011年から2シーズンをフランク・ボーゲルヘッドコーチの下で、 インディアナペーサーズのアシスタントコーチを務め、2013年、デンバーナゲッツのヘッドコーチに、ジョージ・カールの後任として就任した。ヘッドコーチとしての初シーズンは、主要メンバーの故障などに悩まされ、10年間継続していた、プレイオフ進出を逃し、2014から2015、シーズンも振るわず、2015年3月3日に、解任された。2016年5月21日、 ロサンゼルスレーカーズのアシスタントコーチに復帰した。ありがとうございます。